京都知事選挙、クセ強めの候補者。桜井誠氏、小池百合子を緑の狸と称した。巻き込まれるかのように蓮舫が、なぜか赤い狐と呼ばれている。黒い豚カレーは誰だ？口は悪いが、政治に対する熱い思いは、本物に思う。外国人生活保護の即時撤廃を公約に、掲げている。河合祐介氏、本物の緑の狸はわしだ。史上最多の候補者になった、2024年都知事選挙。うずもれていても仕方がない。政治に関心を持ってもらいたい。この思いが、このパフォーマンスに、つながっているよう。京都大学を卒業と高学歴であり、会社経営、お笑い芸人、市議会議員と多才である。ただの木を照らう人では、なさそう。沢茂美氏、あだ名が鬼まむし、納得。元自衛隊というのも頷ける。子供一人に月年間100万円支給、を、公約に掲げている。三人いれば300万。現在東京の出生率は、一人を切っている。空手、剣道、柔道のような見た目だが、東京工業大学、総合理工学研究科知能、システム科学専攻で、脳内の概念操作に関する、モデルの研究を行い、修士を取得している、数字にも強そうだ。もはや人間に、政治を任せられない。これが AI メイヤー氏の考え方だ。政治に AI を活用することで、しがらみのない政治活動、政策立案や意思決定の、プロセスを透明化し、都民の意見を効率的に、収集反映することを目指している。最新の考え方になるかもしれない。小池百合子都知事の公約達成状況を AI で評価し、改善策を提示するなど、既存の政治手法に挑戦状を叩きつけています。ドクター中松、96歳で出馬、誰よりも経験値があり、能力が高いのは、このわしだと豪語した。組織を使って当選し、金を懐に入れる職業政治家はいらない。その通りである。発明家でも有名であり、個人的には、96歳でこの元気、普通ではない。その秘訣をこっそり教えてほしいところである。ギネス記録だと思うが、皆さんはどう思う？以上、クセ強めの都知事選挙候補者でした。